観覧車も止まってますし、あやっぱり全然人いないね。はい、あきらです。ここね、鈴鹿サーキットの前なんですけども、ちょっと前にね、3月末に遊園地が再開するって言ったんだけども、でも一遍はね再開したんだけども、結局非常事態宣言がね出るに至ってまた閉鎖されちゃいましたね。今回はサーキットの方も休業になっちゃいましたね。3月中はあのサーキットの方は練習走行とかはやってたんですけどね、それもダメっていうとね、もう大変だね。まあ、この辺は一応まだ外出自粛とかは言われてないんだけども、まあ、こうサーキットとか空いてると遠くから人が来ちゃうからってことでやめちゃったんでしょうかね。まあ、完全に閉まってますね。まあ、観覧車も止まってますし、あやっぱり全然人いないね。せっかくの書き入れ時なのに、厳しいですね。この辺ね、三重県はなんとか持ちこたえてたんだけども、これボウリング場とかレストランもなんかやってなさそうだね。あーなんか完全に閉鎖か。ホテルはやってんのかね。ホテルだけ開けてても客来ないだろうにね。この辺の桜は見納めなんですけども、まあ私もね、こう飲食店とかはこの辺今最近全然行ってないですね。店開いてるのかどうかも分かんないですし、ほとんどスーパーとコンビニしか行ってないね最近は。これ商売的にもね厳しいでしょうねこれね。ということで鈴鹿サーキットの前からでした。休業中です。